ハミルトンカウンティは、アメリカ海軍向けに建造された、LST-542 級戦車用陸艦の一隻。艦名は、アメリカ各地に見られる地名ハミルトン軍に由来し、現在までにこの名を与えられた、唯一の米軍艦である。1944年9月2日、LST-800 人の艦名で、ジェファーソンビル船舶機械に適合され、 1944年10月19日には、ドロレス・アルバーツ夫人をスポンサーに迎えて、浸水式を行った。1944年11月13日、KG ・アダムス海軍予備役隊員を艦長に迎えて、収益した。フロリダ沖での完熟航海を得た、LST-800 には、ミシシッピ州、ガルフポートにてクオンセットハットの部品を積み込み、 12月18日にはニューオーリンズを出港した。その後、パナマ運河とサンフランシスコを経由し、1945年2月4日には新珠湾に到着して積み荷を下ろす。その2週間後にはソロモン諸島方面の作戦に参加するべく出港し、3月7日にはガダルカナル島に到着した。18日、海兵隊員をグアムへ輸送するために、 ガダルカナル島を出港。4月3日、サイパンへ到着し、沖縄振興作戦の発動に備えた。12日、150名の CB を搭載した LST-800 には、琉球諸島に向けて出港する。4月17日、沖縄本島の近湾に進出し、共闘法を強化するべく、CB 及び物資の揚陸を行った。その後は終戦まで、 沖縄イコールフィリピン間の人員及び物資、輸送任務に従事した。終戦後は1946年4月中頃まで、極東に展開する新中軍の占領任務に従事した。1946年7月21日に退役し、日本商船管理局の管理下に移された。朝鮮戦争勃発後の1950年8月30日、 朝鮮半島への人員、物資輸送能力を確保するべく、横須賀基地にて、LST-802 の最終駅手続きが行われた。新たな艦長には、ウラジーミル・フェドロビッチ大尉が就任した。9月10日、神戸にて第1海兵士団の一部を搭載して、出港し、5日後には、新川上陸作戦におけるブルービーチ地点で揚陸を行った。 この時の揚陸作戦について、ダグラス・マッカーサー・元帥は、海軍と海兵隊が、今朝ほどに輝いたことはなかったという言葉を残している。上陸作戦後も、LST-800 には引き続き、新川への追加輸送任務に従事した。10月15日から、元山方面の輸送任務に割り当てられ、1ヶ月ほど、活動した後、横須賀基地に帰島した。月頃、 港南方面で米韓軍部隊の撤退支援に従事。1951年1月を通じて韓国沿岸で捕虜や自民の輸送任務に従事した後、3月20日にはオーバーホールのためにアメリカ本土へ向けて横須賀を出港した。8ヶ月後には前線へ復帰し、日本イコール韓国間の輸送任務を再開した。 1951年11月から1952年6月まで、韓国周辺における物資輸送、撤退支援、あるいは港湾式などの任務に従事。その後一時的に米本土に呼び戻されたが、以後は1954年2月まで極東方面での任務に従事した。1年後、第一次台湾海峡危機が勃発したために、再び極東方面へと派遣された。 LST-802 に課された任務は他の第7艦隊所属艦と共に中華民国側の軍人や物資を台湾島まで避難させることであった。1955年7月1日、ハミルトンカウンティと艦名を改める。1955年8月から1956年8月まではカリフォルニア州沿岸での任務に従事。 1956年10月中頃、ハミルトンカウンティは、西太平洋へ派遣され、太平洋艦隊の第三水雷戦隊に機関として配属された。なお、第三水雷戦隊機関は、第70.5機動群及び、第一水雷隊の機関も兼ねていた。佐世保母校として活動し、日本、韓国、中華民国、フィリピン、タイなど、 様々な国の部隊と共に総会訓練を実施した。総会母艦は、やとも。艦艦に搭載されているのは、米空軍所属の風 -16 水蒸気である。自衛艦としての経歴としては珍しく米海軍から購入した艦である。購入金額は12万ドルであったという。米軍艦としては1960年6月30日に退役し、 海上自衛隊に引き渡され、早友と命名され、呉地方隊に編入された。米海軍艦赤母からは7月1日にその名が削除された。早友は、佐世保重工業において総海大軍機関及び、総海母艦としての改装工事が施され、司令部設備、倉庫などが設けられた。また、後部に訓練用機雷の付設機場も装備した。 1961年6月1日、第一総海大軍に機関として編入された。艦内スペースには余裕があり、速力の遅いことを除けば、母艦として有用な艦であった。総海母艦、早瀬の収益に伴い、1972年3月31日に退役した。LST-800 には合計で8つの従軍聖賞を受賞した。すなわち、 第二次世界大戦での戦行に対するものが一つ、朝鮮戦争での戦行に対するものが七つである。ありがとうございます。